ちょ、俺思うんですよ、トロロちゃんがかわいそうだって。確かに、ちょ、かわいそうですよね。思ってたんですよね、ずっと。ちなみに俺もこんなにヤバいと思ってなかった。あかりんさんのベッドだけ明かりなん、あれ。やっぱ俺富樫の血を継いでるから伏線回収したよ、これみんな。これが伏線回収です。お前何してもキモいからな、人生積んでるで。お前、俺トロちゃんに会った時からずっと言いたいことあったんよね。ちょっともっと近づいてほしい。ちょ、本当に本当に、ちょ、気持ちを伝えたい。さくらさん、ちょ、俺思うんですよ、トロロちゃんがかわいそうだって。確かに、ちょ、かわいそうっすよね。思ってたんですよね、ずっと。俺今日なんか最初に来たもう一人のさくらさんがすげえ内向的な人だったら、ちょっとドライブ抜けて一人で満足しようかなと思ってたんですよね。でもちょっとトロロちゃんとかケンキさんとかゆったりスローライフをしてるじゃないですか。これがそう。でちょっと俺やっぱこのゲームやるからにはもう暴虐の限りを尽くしたいんですよ。ケンキさんは破壊王なんですか。もうなんか全てを壊したいの。ちょっと破壊したいですよね、目に見えるもの全てを。ちょっとそこはブレないんですよ、多分。ケンキさんはもうここにいようが人を見たら殺し。そうそうそう、俺ラストとかこういう系のゲーム、オープンワールドのゲームしたら基本絶対 PVP するんで。まずまずこのトライブを作ったのが、まず俺は釈迦さんをしばくっていうので作ったんですよ。はい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 。でも釈迦さんをしばくって言ってトライブに誘うと絶対誰も来ないって言って、そのスタッフさんたちが頑張って勧誘してくれてたんですよ、なんか違う理由で。でもやっぱちょっと、はいはいはい、ちょっとやっぱそこがブレ、あまりにもブレすぎてるせいで、多分みんなゆったりスローライフ送れるって来たのに、なんかいざ入ったらあまりにもそのやばいやつってなるじゃないですか。ちなみに俺もこんなにやばいと思ってなかった。俺ちなみにトロちゃん側っすね。なんでちょっと思ったんですよね、それが。ちょっと俺は選別したら独り立ちしようと思います。抜けるんすか、ここには迷惑かけずに。これリアルな話、はい、トライブ抜けたらさ恐竜ってどうなるんですか。あ、恐竜は多分で俺が脱退すればみんなのものになるっす、ちゃんと。ウィッチさんはそれでいいんすか。いや全然いいっすよ、俺そんな恐竜とかあんま気になんないんで。恐竜とかあんま気になんないな。なんでミッチさんやったの。ちょっと俺は一人で暴虐の限りを尽くします。怖えよ、これ抜けた後でもめっちゃヒート変えそう。え、あ、名前変えればいいんじゃないですか。イケメンパラダイス解散しましたで。ミッチさんはいなくなりました。うん、リーダーがいなくなったんでイケパラは終わりましたで。ちょっと俺は暴虐王になりたいんで。なんか扉とか開かなかったら、もし俺の建造物になってて、あのパスワード、はいはいはい、あの1223なんで、あの速攻変えてください。はい、はい、オッケー。じゃあちょっと準備して俺は独り立ちします。でちょっとあのトロロちゃんのことをぶっ飛ばしてから行くんで、すいません、よろしくお願いします。いや、ちょ、普通にちょっと気絶、日本語今の、え、気絶させたいだけなんで。トロちゃんを最後に気絶させたい。そうそうそう。あと、アカリンが戻ってきたら言ってください。あの、お前の夫が消えたって、離婚したいって言ってたって。そうじゃないやろ。なんだってかさ、アカリンさんのベッドだけ明かりなん、あれ。おぶねー、びっくりした。いやでも頑張って作ったな、この家面白かったわ、いい家だった。よし、新しい俺の楽しいアーク第2章。やっぱ俺富樫の血を継いでるから伏線回収したよ、これみんな。これが伏線回収です。あ、じゃあ、あのこれ本当に言っとくけど、アンチのせいで抜けたとかじゃない、割とマジでもともと決めてた。タイトル見てちゃんと、俺は富樫だからさ伏線回収してるんだよ今。あのアンチの皆さんが、道井さんが私のアンチのせいで辞めちゃった、なんてことしたんだって思ってる人がいたら本当に気にしなくていい。あのマジでお前何してもキモいからな、人生積んでるで。お前マジで気にしなくていいぞ、俺のこと。どうしても言いたいことがある、トロちゃんに。トロちゃんは俺の気持ちに応えてくれるか。トロちゃん屋上来てー、うん、俺トロちゃんに会った時からずっと言いたいことあったんよね。ちょっともっと近づいてほしい。ちょ、本当に本当に、ちょ、気持ちを伝えたい、本当真剣に聞いてほしいこの話。本当に本当に真剣に聞いてほしい。何の時間。いや本当に真剣に聞いてほしくて。何の時間、うん、ちゃんと真剣に聞いてくれる俺の話。真剣、うん、
割とマジで真剣に、正直、まあなんか俺トロちゃんのことをずっとなんかすごいいい子だなって思ってたんだよ。ラグイ？うん。うん、ラグイラグイラグイ。でね、そう。ラグくない？聞こえる？聞こえる？トロちゃん、トロちゃん、イケパラ全員に伝えておいてほしい。今からどこで誰と会ってもその場で殺すまで戦うと。よし、来た。俺ヒソかや。よし、これがやりたかった。やっぱね、これよこれ。始まったぞ、俺の一人旅が。いや、ダサいくらいがちょうどいいだろ。やっぱ幻影旅団よ、時代は。